初登場です。アルバイトから成り上がった女、有林堂テラスモール湘南店、吉本あさみさんです。よろしくお願いします。よく来てくださいましたよね。化け物たちがいっぱい出た後に。本当つらいです辛い、はい、そんなにアルバイト長いんですか？人生の半分以上。人生の半分以上。今は社員。はい、今社員です。こういうルートがあるんですね。画面の向こうのあなた、 YouTube に出てみたくないか？有林堂でアルバイトをして社員になればこんな風に出れるぞ。ただ結構年数かかるみたい。よろしくでもアルバイトでも出てますからね。いや、あれはちょっと特殊能力が今回はこちら、飼育玩具の世界。どういうものを指すんですか？遊びながら論理的に考える方法とか、はいはい、問題解決する力とか、はいはい、コミュニケーション能力とか、はいはい、そういうのが自然に身につくお手伝いをしている玩具。なるほど。まずこちら、スタディ将棋。藤井聡太さんがこれで駒の動かし方を学んだと言われて、一時期手に入らなくなった将棋。普通の将棋とどう違うのか。ほー、なるほど。動き方がわかるんだ。一番覚えたいの桂馬ね。こことここに行けますよってことですね。こう行ってこう行って、こっから向こうに行ったらなるって言って強くなるんですけど、こういうことですよね。桂成りしちゃったらこうだよって。めっちゃいいじゃないですか。いいじゃないですか。こういう遊び方もありますからね。箱見て。出たよ。クモンって書いてある。クモンが作ってるの？そうです。玩具ブランドのクモントイっていう。クモントイなんていうとこあんだ。やっぱうちの子もクモン行かせた方がいいのかな。ブックロ、これお子さんいる設定？ブックロ子供いますよ。いる設定とかやめてください。子供います。娘です。問題は値段ですよね。税込み4180円です。鬼安いです。子供の将来の投資として4180円、鬼安いです。鬼安です。次の商品が片身のという商品です。片身のフランスからやってきた玩具です、はい、12ピースの片はめパズルになります、はいはい、付属の問題集が500問ついてます、はいはい、それに指定されたパーツを使って片はめをする。そのバーを3のところに、3のところにバーを、空いてるところにそのパーツで。ああ、なるほどなるほど。結構いけました。じゃあこれでバー4のところに動かしてもらって。どういうこと？めっちゃよくできてるじゃん。こういうことですよね。むずいな。あー、それやったじゃんさっき。いや、キーから考えた方がいいよ。キーはやっぱり制限するもん。いや、こいつも結構制限するじゃん。え、もう読んでギブなんですけど。ない発想でいこう。ない発想持ってこうよ。キーを真ん中に置くとかそういう発想もなかったじゃん今まで。ほら、そうなるともう絶対入らないじゃん。あ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、できたよ。疲れました。これ最大12ピースまで増やせますんで。ここに行くってことですよね。そうですそうです。そんなの絶対解けないわ。いやー面白いですね。対象年齢何歳からですか？3歳から99歳。100歳になったら捨てなきゃいけないですね問題はお値段ですね。税込み6160円です。全く高くない。子供の将来への投資と思って聞いているので安いですね。続いてはラッシュアワー。こういう感じ。なんかもう面白そう。付属の問題がここに入っているので、これと同じように車を配置してもらって、はい、自分の車が赤い車で周りの車を動かしながら外に出すっていう論理的思考を養うための玩具です。こういうことですか？そうです。車なので前後にしか動かないで動かしてもらって。できたよ。で、何問もあるんですね。おお、めっちゃいいじゃないですか。相当ありますよ。エキスパートえげつないぐらい難しいんですけど、見ただけで赤い車が外に出れるとは思えない。問題やりきったら別売りで問題のカードだけ売ってます。考えてやる。お値段いいですか？4070円。プラスチックでできてるだけなのにまあでもね、将来の子供のことを考えるとね、安いですね。投資です。
続いてご紹介するのがラッキュー。ラッキュー初めて来ました。全部で7個のパーツからできてる、はい、パズルブロック、いろんなものが作れるんですけど、例えばこんな感じ。めっちゃいいじゃないですか。レゴにはない良さあるな。メイドインジャパンの玩具。この7種類しかないってことですか。そうです。その7つのパーツの組み合わせ次第でどうにでも。マジっすか。絶対に8個目出さないでほしい。レゴなんてめっちゃ卑怯な時ありますからね。その部品このレゴ以外で使わないでしょ、それはっていう。吉立株式会社ですって聞いたことないですね。レゴ世代の私にとってはどうやって組み立てるかも分かんないな。こういうことか。こういうことだ。めっちゃカッチリハマるね。こうやって伸ばしていって、こういうことだ。あーなるほど、面白いっす。これがあれば何でも作れます。何でも作れるんですか。何でも作れます。ゲストに来ていただきました、吉立イベント事業部ラキュー博士イエローさんです。よろしくお願いします。はい、どうもラキュー博士イエローでーす。何者なんですか。社員です。我々世界一ラキューで遊んでるおじさんと。本名なんておっしゃるんですか。斉藤祐樹と申します。あ、言っちゃいますね。専門はラキューですごいもの作れるよっていうところですよね。どんなものがあるんですか。最近の僕のお気に入りはこちらなんですけども、腕につけて回りますよっていう。え、すごくないですか。カッコつけられるアイテムなんですけども。え、すごいな。7つだけで回らせるっていうとこすごいですよね。実はね、これが7つだけではないんですよ。え、タイヤのパーツっていうのがありまして。あー、それは認めません。それはダメ。タイヤをタイヤとして使うんじゃなくて、タイヤの周りにもパーツがくっつくので、はい、回転させた時に噛み合わせて歯車として応用するっていう工夫して、少ないパーツで考えて作っていくっていうのがラキューの一つ特徴になってますね。あ、重っ。親指でくるくるっと。これつけて電車乗ってかかってこいってやりたい。右手におかもって持って左手にこれか。右手用にもこういうのがいい。やばっ。ちょちょ、それいいですか、いいですか。かかってこい。こんなやついたらやべえよ。ソウルスターバックスラテミルク投入でお願いします。作るのどれぐらいかかるんですか。5歳の子が2時間ぐらいで作ったって言ってましたね。早いっすね。お母さんが朝起きたらできてたって言ってました。ラキューにはまるとお子さんが早起きをするようになるっていうのよく聞きますね。あ、いいことですね。他ありますか。またこんなあの動く作品っていうのもあったりするんですけど。あ、めっちゃいいじゃないですか。うわー、よく考えられてるわ。可動部分をばっかになってるんですよね。鎖状につないでるんで、ラキューではチェーンテクニックっていう技なんですよ。7種類しかないんで、あるものをどう使うかっていうのがポイントですね。クルベンだからこそ使うものって一つなんですよね。頭ですよね、これ。いや、めっちゃいいわ。僕が出てきた瞬間、あー、レゴのパクリ出てきちゃった、なんてコメントしようかなと思ってたんですけど、これはすごいわ。すごいでっかい。深いのがあるんですね。これは実際に着て街を練り歩くんですけど、具が入ってます。この中に。斉藤さん、それ言っちゃダメよ。結構重いんですよこれ。いや、重そう。これは将来性感じますね。ラキュー何よりもいいのはここまで買ったれる社員がいるってことですよね。僕はもともとラキューやってて、ラキュー好きでこの会社に入ってますんで。そうなんだ。なん横浜に家あるからとりあえずユーリンドでも就職しとくかみたいなのじゃなくて。違いますね。埼玉に住みながら奈良の企業に就職しましたから。すごい。今のうちに解きますからね。ラキューを大体的に取り上げたのはユーリンドが初めてです。やめてよ、ラキューフェアとかやらないでよ。うちが最初にやるからね、ラキューフェア。ちなみに蔦屋さんは、蔦屋さん置いてますね。置いてますね。まあまあ、危ない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 。もうこれ見たらラキューラキューってなるから。じゃあ最後に私を作っていただこうかな。やってみましょうか。わあ、早いな。ちなみに吉本さんはラキューできるんですか。どっちかっていうと、はい、売り場で子供が作ったものを崩す専門。もうだいぶできてきてません。すげえな。最後仕上げに本を持たせます。お、うん、はい、完成しました。ありがとうございます。めっちゃいいじゃないですか。はぁ、いや、めっちゃいいじゃないですか。これ何ピースぐらい使ってますか。50、60ぐらいかなと。60ピースをパッケージ化したとするといくらぐらいなんですか。そのカブトムシが60ちょっととかで600いくらとかだと思うんで、はい、同じぐらいの価格かなと。結構です。渡辺さん、ビッグビジネス生まれちゃいましたよ。あっち1万個で現価を300円ぐらいに抑えていただいて、販売価格がこちらで2980円らしいので。納期をとりあえず調べます、ね、これちょっと売る側の吉本さんにも。これなんかあれですね、お金の匂いがする。お金の匂いがする。